皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は信長に仕えたアフリカ人、ヤスケと、その立場について紹介するわ。よろしくお願いするぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。まずは、ヤスケについてね。ここ数年、テレビやネットとかでたまに目にするよな。信長に仕えたこの黒人というのは非常に資料が少なく、もともとは専門家が豆知識程度に知っている程度の存在であったわ。そのため歴史学の世界ではほとんど見向きされてこなかった存在で、近年になってフィクションによく取り上げられるようになってきたのよ。それで詳細は省くけど、最近ネットや SNS 上で話題になっていたから、ヤスケについての資料と彼の立場について考えていこうと思うわ。あと今回は動画の長さに対して文章がとても多いから、一時停止とかして読んでちょうだいね。前置きはいいから、早く始めてほしいぜ。さてヤスケについての資料は非常に少ないと言ったけど、その内容は主に、新朝後期、と、イエズス会日本年報、によるわね。新朝後期は信長に仕えた太田隆一が表した、信長についての伝記だよな。ヤスケについての資料は新朝後期の中で、天正9年、1581年、2月23日上のところに記載があるのよ。ここにある、黒坊主ってのがヤスケのことなのか？彼の年齢は26、7くらいで、体はすべて牛のように黒く、健康そうな見た目である、と言っているわ。またこの後ろに、バテレン列賛して召し、御礼申し上げ、とあるのはこの後紹介する資料に詳しくあるけど、彼が宣教師から信長に献上されたものであるからね。また新朝後期といってもいくつか種類があるのだけれど、尊敬格文庫版、と呼ばれるものには少し過失がされていて、彼の名前がヤスケであったことや、狭山記の執記と支度が与えられたこと、また時々道具などを持たされていたことが記載されているのよ。ここで初めて、ヤスケの名前が出てくるんだな。あと、狭山記の執記、って何なんだぜ？狭山記というのは本来は刀の鞘に束のように糸や紐を巻いた刀のことで、室町時代の頃には主に、そういう模様をつけた腰刀のことを言ったわ。腰刀っていうのは、つばがない担当のことだよな。狭山記は傾向のしやすさやデザイン性などから身分を問わずに多くの人々が身につけていたようで、室町時代に作られた、71番職人歌合せ巻きにも、腰に狭山記を刺している壁塗り師や笠張師が書かれているわね。もっとも、この絵巻の、狭山記切り、のところには、今はもう流行っていないので、儲けが少ない、と書いてあり、持つ人も少なくなっていたそうよ。のしはあれだよな、お中元とかお歳暮についてる飾りのやつ。まあ、ここで言うのしつきというのも刀につける飾りみたいなもので、新朝後期の中ではおめでたい席に出る時とか、同じように人に刀を送る時につけていたみたいね。それで、新朝後期の中でヤスケについて書かれているのは、これだけなのよ。本当に資料が少ないんだな。それじゃあ次に、イエズス会日本年報に載っているヤスケについての文章を見ていくわよ。ここでは宣教師と黒人を見るために、境の町の人々が集まったことが書かれているわね。またキリシタン大名である池田和正が、彼らを非常に厚遇したことも書かれているわ。ここで出てくる黒人がヤスケのことなんだろうけど、国土、つまり黒人の奴隷って言っているんだな。これは原文では、カフレ、って書いてあるわね。もともとは、アラビア語で異教徒を指す意味の言葉だったらしいけど、この時代のヨーロッパ人が使う場合は主に、東アフリカなどから連れてこられた黒人奴隷のことを指していたわ。また日本の文献では江戸時代に世界の国々について書かれた、開通商工、にもカフリとして記載されているのよ。なんかこれ、人を炙って食べるとか書いてないか？まあこの本は長崎に来たオランダ人とか新黒人とかの伝聞で書かれているから、脚色されているところも結構あるのよね。またフランス人のイエズス会員である、フランソワ、ソリエが表した、日本教会史にもイエズス会日本年報と同じ内容が載っているけど、そこではヤスケの出身地についてもっと詳しく書かれているわ。なんだかいろんな地名が出てきたな。ギニアとかエチオピアとかモザンビークとか、いろんな国名が出てきたぜ。いろいろ書いてあるけど、ここでは単に、黒人、くらいの意味合いで、特に意味はないわ。ここでわかるのはヤスケがポルトガル植民地時代のモザンビーク出身だってことよ。それじゃあそろそろ、イエズス会日本年報の続きを見ていくわよ。続いては、ヤスケが初めて信長に謁見する場面ね。
ここでは信長が黒人の肌の色を本当の肌の色かどうかいぶかしんだことが書かれているわ。また信長の息子たちも弥助を見て非常に喜び、信長の甥の津田信澄に至っては、銭一万、十貫文、を与えているわね。この部分は新朝後期のうち、三国の名物かように稀の者ども細々拝見ありがたき恩子となり、いや、三国の名物かように珍奇の者拝見つかまつり候、という文に対応しているから、信長の息子や老いたちも初めて黒人という人種を見て珍しがって、喜んだことが読み取れるわね。そりゃあ、当時の日本人からしたら黒人なんて、見たこともないどころか存在すら知らなかっただろうしな。同じくイエズス会日本年報に載っている別の文章にも、信長が彼の肌の色を生まれつきのものだとなかなか信じなかったことが書かれているわ。またここの日本語訳本では、しばしばこれを見、少しく日本語を返したので、彼と話して飽きることなく、と書かれているけど、これは原文を読むと、飽きることなく、という部分は、見る、という言葉にかかっているので、正確には、しばしばこれを見飽きることなく、少しく日本語を返したので、彼と話した、の方が正しいかしらね。語訳ってことかな。さあ、私もポルトガル語はよくわかってないからね。あと、人をつけてしないを巡らせたっていうのが、よくわからないぜ。ああ、これも原文を見てみると、プリバード、つまり私的な人と読めるから、誰か信長のそば使いの人をつけてしないを歩かせたってことでしょうね。またこの続きに、彼を殿とするであろうという人もある、とあるけど、新朝後期で弥助について書かれている文章が、大間揃えのこと、の段にあるように、オルガン家の神父が弥助を信長のところへ連れてきた時は、ちょうど信長が馬揃えを行う直前の時だったのよ。信長の馬揃えっていうのは、信長が家臣や公家たちを集めて行った、軍事パレードみたいなやつだったっけ。そのためこの時は、織田家中の大名や領主たちが多く京都に集まっていた時期で、そんな時期に信長が珍しい黒人に街を歩かせたから、そういうことを言う人もいたのかもしれないわね。それほど弥助は目立ったんだろうな。まあ白人も珍しかっただろうけど、ポルトガル人とかスペイン人とかラテン系の人種に比べたら、黒人の方がインパクトは強かっただろうしな。初めて黒人の肌を見た信長が、嘘なんじゃないかと疑うのも仕方ないんだぜ。まあ、このエピソードは日本教会史の方にもあるから、弥助の話と1セットなところはあるわね。あと弥助について書いてあるのは、本能寺の変の時の話になるわ。本能寺の変が起こった時、弥助がどこにいたかは書かれてないけど、信長の嫡子である信忠の宿舎となっていた明覚寺に入ったそうよ。その後、明智光秀の軍勢に投降するも、除名されて宣教師のところに返されたと書かれているわ。除名された理由について、国土は動物で何も知らず、また日本人ではないから、としているけど、これが当時の一般的な弥助の認識だったか、そうでないかはわからないわね。返されたってことは、ここまでで紹介されたもので弥助についての資料は全部ってことか。いいえ、あと一つ、徳川家康の家臣である松平家忠が記した、家忠日記、に弥助についての文章が載っているのよ。この、大臼、というのはデウスのことだとされていて、これは、上様、信長、が召し抱えている宣教師が信条した、黒い男、と読めるから、ここに書いてあるのは弥助で間違いないでしょうね。端的にしか書いていないんだけど、弥助の丈が6尺2分と身長が書いてあるわ。6尺2分ってことは、だいたい182センチメートルくらいか、当時としてはかなり高い方だろうな。ちなみに、信長の家臣だと前田利家も180近くあったらしいぜ。以上が、弥助についての歴史資料のすべてになるわ。家忠日記を除けば、宣教師が信長のところに連れて行った時と、明智光秀によって戻された時のことしか書かれてないわね。京都馬揃えから本能寺の変までとして、約1年3ヶ月の間の弥助についての記録は、ほぼゼロだと言っていいんだな。それじゃあここからは、弥助の立場が織田信長の元でどのようなものだったか考えていくけど、そのためには先に、当時の武士に仕えた人たちについて説明する必要があるわね。またよろしくお願いするぜ。まず、武士に仕える人たちを、武家奉公人、というのだけれど、天正19年、1591年、に豊臣秀吉が武家奉公人を統制するために出した、身分統制令、には、奉公人、侍、中元、小物、嵐後に至るまで、とあり、彼らが武家奉公人として武士に仕えていたのよ。侍も武家奉公人に含まれているんだな。ええ、
一つずつ紹介していくと、まず侍についてはもともと、字の通り古語の、サブラウ、つまり、使えるという意味で、貴人に使える人という意味ね。奈良時代末期から平安時代にかけて皇族や藤原摂関家などに仕えた中下級貴族の子弟が彼らの武力と化していったのが、侍という存在の始まりよ。一方で武士はもともと、平安時代に各国の国司がその人気のうちに一度開催する、大狩、という行事があり、これに参加できる者が武士とされていたわ。彼らは地方に土地を持っていた領主であり、地方に下校した元中央貴族や古くからの土豪などが主であったわね。ここでは武士と侍をまとめて、士分、と言っておくけど、戦国時代になると侍と武士の区別はだんだん曖昧になっていったわ。現代だとほとんど、武士と侍を区別していないものな。まあ大体、領主であるかどうかが武士と侍の違いと考えていいわよ。江戸時代には一般的にこの、侍、のことを、若党、ともいい、地域や時代にもよるけど足軽身分だとされていたわね。足軽って言うと増量みたいなイメージだけど、江戸時代は侍の身分なんだな。続いて中元について、この意味は文字通り侍と小物の間、もしくは士分と百姓の間という意味で、武士に仕えていても、中元から下は士分ではなかったわ。彼らは基本的に百姓身分であり、侍と違って名字はなく、江戸時代になると対等も許されなかったわね。普段は雑事をこなし、戦場に出ても純粋な戦闘員ではなく、馬の世話や荷物の運搬といった雑役にも従事していたのよ。続く小物や嵐子も主な役割は雑役であり、小物はそのままの意味で、嵐子は嵐子、または嵐子とも書き、嵐子とに従事するものという意味であったわ。彼らを使う武家によって細かい差異はあるけど、大体こんな感じね。つまり、武士と侍だけが士分で戦場では純粋な戦闘要員であり、他に士分ではないけど武士に仕えている人たちもたくさんいたんだな。じゃあいよいよ、安家の立場について考えていくわよ。この表で言うと安家は領地を持っていたわけではないから、当然武士ではないわ。侍とも言えないわね。安家は信長から狭山と口を与えられているけど、さっきも言ったように狭山は当時幅広い身分の人が身につけていたものだし、武家奉公人ももちろん口を与えられていたわ。江戸時代に入るまでは、刀は武士の象徴ではなかったもんな。百姓もみんな武器を持っていたから信長は一向一揆に長年苦戦したんだし、豊臣秀吉も刀狩りをしたんだぜ。それに、分かっている安家の仕事といえるものは、時折お道具など持たせられ候、という分だけで、これだけだと中元、小物の役割の方だと言えるわね。また彼が宣教師からの贈り物だということや、明智光秀からの扱いを考えると、下男やそれ以下だったとしてもおかしくはないのよ。または信長は安家に町を歩かせたり、息子たちに見せたりと、見せ物のように扱っているようにも読めるわね。あとそれと、家忠日記の安家が出てくるところは武田を滅ぼした、甲州征伐の時の一文なんだけど、これもさっき言ったように武家奉公人も戦闘が主ではないけど従軍するし、そもそも甲州征伐の時に武田を滅ぼしたのは信忠が率いる本隊で、信長は戦いが終わった後に武田領入りしたわけだから、信長の部隊は戦闘をしていないのよ。だから安家の立場がもし武家奉公人ですらなかったとしても、信長が同伴させていてもおかしくはないわ。それじゃあ結局、ほとんど何もわからないんじゃないか？他に安家の立場について考えられる要因としては、安家の名字がないことが挙げられるかしら。中元や小物といった人たちは主人から名前が与えられることはあっても、名字が与えられることはなかったのよ。これで言うと、安家はここら辺の士分ではない武家奉公人に属するのかもしれないわね。まあでも安家って名前も信長からもらったとは書かれてないから、名字がなかった、ということしかわからないのよ。宣教師の記録では国土としか書かれてないから、元々の名前もわかってないしな。ここまでの内容をまとめると、確かに安家については書かれている資料が少なすぎてほとんどわからないけど、数少ないそれらの資料から読み取れることとしては、決して士分の立場にあったとは言えないこと。無理やり当てはめるなら中元や小物、嵐子など、非士分の武家奉公人の立場だということくらいでしょうね。本当に内容が何もないな。だから最初に言ったように資料が少なすぎて、もともと研究者からは扱われていなかったのよ。逆にこの資料の少なさから、安家の当時の立場を察せる、とも言えるんじゃないかしら。というところで、今回の話はここまでにするわ。ここまで見ていただいて感謝するぜ。それではご視聴、ありがとうございました。